こんにちは、ちえです。老若男女関係なく口臭に気づいてない人が意外と多いよっていうお話をさせていただいたんですけど、今回は具体的な口臭の消し方をお話しします。内容はセルフケア、オフィスケア、即効性のある口臭ケア、それから毛線についてです。まず一つ目のセルフケアについてなんですけど、半分以上の人の口臭はセルフケアで気にならなくなるレベルだと思います。セルフケアでするのは口腔内のプラークの徹底的な除去です。以前口腔ケアの動画でお話しした内容と少し重複するんですけど、まず歯と歯の間はプラークが滞留しやすくてすごく汚いので、フロスとか糸ようじとかそういった歯と歯の間の清掃をする道具を使ってもらうことをおすすめしています。で、ただ糸ようじを入れて出すだけじゃなくて、必ず歯と歯の間のこっちの面とこっちの面をよくこそげるようにしてプラークを取ります。フロスをあんまり使わない人とかだと奥歯の方とか通してそれを嗅いでみると結構匂うので、もししていない人がいたらぜひしてみてください。それから歯ブラシについてなんですけど、歯ブラシは歯と歯茎の境を磨くつもりで磨いてください。ここを磨くつもりで磨いてもらえれば匂いの元となるような匂いも結構取れます。それからここからが口臭ケアっていう感じになるんですけど、歯を磨くときに使った歯ブラシで構わないので、ベロの表面を優しく磨きます。ベロの表面には舌苔という汚れが付着していて、これが結構口臭の原因になりがちです。傷がつくといけないので、そんなにゴシゴシ磨く必要はないし、おえっとなっちゃうので、おえっとならない範囲で優しく撫でるような感じで構わないので、ブラシでベロの表面を軽く磨いてあげると結構匂いにくくなります。舌ブラシっていう専用のものもあるんですけど、私はあんまり道具を増やして続かないことの方が良くないかなと思うので、無理のない範囲で使っていれば専用のものっていうのは必須ではないかなと思っています。で、まあ最後に何でもいいんですけど、殺菌作用のあるうがい薬とかでブクブクうがいとガラガラうがいをして、口の中の乾燥も匂いの原因になるので、乾燥が気になるなっていう人はキシリトール 100% のガムとかを噛んでもらうと口臭の対策にもなるんじゃないかなと思います。今言ったセルフケアをこれまでしてなかった人は、おおむね2週間ぐらい続けると口の中の環境が激変します。それから2つ目のオフィスケアについてというのは、歯科医院での治療のことです。まず虫歯とか歯周病が進行している人っていうのは匂いがするし、親知らずがちょっとだけ生えてるよっていう人なんかも、親知らずの周りが虫歯や歯周病になってたりとか、単にその周りに汚れが溜まってたりして匂いがしてきます。虫歯とか歯周病は痛みがなく進行しているケースも多いので、本当は自覚症状がなくても定期的に歯科医に行って問題があればその都度治療してもらうっていうのをおすすめします。実際の患者さんでたまにいるのが、虫歯って聞くと治療してほしいって言うけど、歯周病が結構進行してますよって言っても、そこはあんまり危機感を覚えてない人が多いんですけど、歯周病の方が進行してると一気に歯を失う可能性は高いし、歯茎が腫れてたりとか歯茎の下にまで歯石がついてたりとかすると結構匂う率が高いです。そういう場合は歯周ポケット内を徹底的にクリーニングすることで往々にして口臭っていうのは軽減します。普通に歯石除去するだけだと完全には消えないっていうパターンが多い気がします。虫歯とか歯周病以外でも歯並びが入り組んでる状態、歯列不整ですねとか、金属とかあと形が合ってないかぶせ物や詰め物が入っている、ブリッジが入ってるとか、そういった方は矯正で歯並びを治すとか、メタルフリーの素材にかぶせ物を交換するとか、ブリッジのところはインプラントにするとか、そういった治療を受けることによって口臭がしにくい環境には確実になると思うんですけど、今言った治療って結構経済的な負担が大きいので、今すぐにそんなお金かけれないよっていう人はなおさら定期的に歯科医に行って虫歯や歯周病のチェックやクリーニングを受けることをお勧めします。なのでオフィスケアでは治療が必要なところはきちっと治療していくっていうことと、歯周ポケット内を徹底的に清掃することによって私の体感ではほぼほぼ匂いが消えます。私自身が治療に当たるときはこの人臭いなっていう人がいたとしても特に触れずに匂いは消しておくんですけど、まあ、結構ね口臭に無頓着な先生もいるので、先生に言ってダメだったら衛生士さんにしつこく言って綺麗にしてもらってください。
それから3つ目が個人的にすごく推している即効性のある口臭ケアについてなんですけど、セルフケアもオフィスケアもしっかりしてるけどやっぱり匂ってないか心配だとか、あと歯間ブラシを通すと部分的にいつも匂うところがあるとか、食べたものの匂いが心配とか、今この瞬間に匂いを消したいっていう時におすすめなのがこちらの CLO2 フレッシュジェルという商品です。これね、多分 Amazon とかでも買えると思うんですけど、中はこんな感じですごくイケてない商品なんですけど、これ中身は映るかな、こんな感じのちょっと粘性のある透明なジェルなんですね。若干ねなんか塩素っぽい匂いがします。亜塩素酸ナトリウムとして、1600ppm だったかな、これを気になるところに使うと歯周病とかそういう硫黄系の匂いが消えます。これ確かもともとなんか介護用の保湿剤みたいななんかそんな感じらしいんですけど、これを歯磨き粉代わりに歯ブラシにつけて磨いたり、あと歯間ブラシにつけて歯と歯の間全部に通したり、とにかく口の中全体に行き渡らせることによって結構その瞬間に匂いが消えます。ちょうど今日もずっと前から親知らず抜いた方がいいっていう話はしてるんですけど、麻酔をして体調が悪くなったことがあるからそのまんまにしたいって言ってる方がいて、7、8番あたりの歯肉の状態もあんまり良くないんですね。抜いた方がいいとは思うんですけど、それがその人の選択なので7番がダメになってしまったとしても仕方ないと思うんですけど、まあ私はね本人気づいてなかったとしてもせめて口臭は消してあげたいなと思うんですけど、歯周ポケット内十分に綺麗にしてもやっぱりちょっと匂うんですよね。なんですけどこれを歯ブラシにつけて全体を磨いて歯間ブラシにもつけて歯間部まで通したら、それが終わった瞬間にこれまでしてた歯周病の匂いは消えました。根本的な解決にはならないんですけど、とにかく即効性があるので今すぐ匂いを消したいっていう人にはおすすめです。使ったら使ったでこれ特有の匂いは若干するんですけど、口臭の匂いがしてるよりは全然マシだと思います。口の中のニンニクの匂いとかも消えます。ただニンニクに関しては口の中っていうよりも呼気から匂っているので、まあさすがにねその匂いは消えないです。そういうニンニク臭とかが胃から匂ってるとかって言うんですけど、実際胃から匂ってるわけじゃなくて胃で吸収された成分が肺から匂ってるので、それを防ぐためにはブレスケアとかそういうのを一緒に飲んで同じく肺から香らせるしか対処法はないかなと思います。よく牛乳とか言いますけど、それもやっぱり同じで翌日とかに飲んでもその時にはもうすでに肺から匂ってるので遅いですよね。はい、というわけでこちらのジェル一押しです。それから4つ目が脳性についてです。これはねすごい気にしてるっていう人と何それ知らないっていう人に分かれると思うんですけど、咳とかくしゃみとかをした途端に出てくるあの米粒の半分よりも小さいぐらいの大きさのあのちょっと黄色っぽい粒みたいなやつなんですけど、これが潰すとすごい悪臭を放ってきます。これ自体は喉の奥にある口蓋扁桃っていうひだみたいなところにはまってる汚れみたいな感じのものなんですね。これが大きくなってくると喉の奥にちょっと違和感というかイガイガ感が出てきて自分自身でわかる匂いがしてくるので、私自身もすごく気になるんですね。因果関係があるのかわからないんですけど、アレルギー体質になってから結構できやすくなったなっていうのと、花粉症の時期はできやすいような気がします。もしかしたらそれはね乾燥のせいかもしれないんですけど、ただ多くの場合人にわかるほどは匂っていないのと、基本的には勝手に取れるのを待つかガラガラ具合とかをして除去を試みるぐらいしか方法がないので、患者様に聞かれても無理に取らなくていいですよ、気にしなくていいですよっていうようなことを言う場合が多いんですけど、私自身は見つけたら速攻自分で取ります。もう気になって気になって、もしね取っちゃダメだよって言われたとしても多分私はやめられないので、あんまり推奨はしないんですけど、私自身がどうやって除去してるかっていうのをご紹介します。一番お手軽なのが綿棒で除去する方法なんですけど、慣れないと取るの難しいと思います。脳腺って毛穴の汚れをイメージしてもらうと分かりやすいかもしれないんですけど、毛穴の汚れって表面をいくらこすってもスポッと取れたりしないじゃないですか。それと一緒で脳腺もなんかこう表面に出ているところって一部で中の方に入り込んでるので、脳腺があるところの表面をこれで押しても取れないんですよね。コツとしてはそれこそ毛穴の汚れと一緒で、脳腺の表面自体を取ろうとこするんじゃなくて周りからプッシュして押していくっていう方式の方が取れる率が高いかなと思います。
たださっきも言ったように脳線って表面に出ているところじゃなくて中に入り込んでるところがあるので、ちょっと押してみても取れなかったらもう血が出たりおえとなったりする前に諦めた方がいいと思います。もう一つの方法が水圧で洗浄していく方法です。こういうものですね。ちょっとこれが何のための道具かはあんまりよくわかんないんですけど、ボトルはそんなにちっちゃくない方が水圧が強くなるので私的にはおすすめです。で、先端が細くなってるもの、これで脳線の部分を狙ってジェット、水鉄砲みたいな感じでぶつけていきます。こっちの方が簡単に取れるんですけど、私はむせたりおえとなったりしやすいんですけど、傷ができるリスクは圧倒的に低いし、慣れてくると3プッシュぐらいで根元からっていうかごそっと取れるので、するのであればこっちの方がおすすめです。綿棒の方がお手軽ではあるんですけど、まあ、傷つけちゃうリスクも高いのでこっちの方がいいんじゃないかなと思います。ただ脳線って表に出てる部分だから、なんかその咳をした時とかに口から出てくる一番表層の部分っていうのは臭いんですけど、まあ、私の経験上奥深くに入ってるものの方が匂いが控えめなんですよね。なのでリスクを犯してまで取る必要はないので、ちょっとやってみて取れなかったらすぐ諦めた方がいいと思います。脳線の予防としては殺菌作用のあるうがい薬でガラガラうがいを続けるっていうことで、結構できる頻度っていうのは減ってくるかなと思います。どうしても除去したいっていう人はこういうのを無理のない範囲で試してみてください。口臭を気にしている人に向けて、そんなに難しいことじゃないと思うので4つお話をさせてもらいました。まず1つ目のセルフケアでは、歯間部や歯頸部に付着しているプラークを除去した上で、絶対ベロの表面についている汚れを磨き落とす、よくうがいをしたりガムを噛んだりして口の中の乾燥を防いでいくっていうことと、2つ目のオフィスケアでは治療が必要なところはちゃんと治すっていうことと、あと歯周ポケット内の徹底的なクリーニング、それから経済的に余裕があれば歯列矯正、セラミック、インプラントなどの治療をご検討いただいてもいいのではないかと思います。それから3つ目が CLO2 フレッシュジェルで、自分自身や患者様に対しても使ってみて即効性を感じている口臭ケアの商品です。それから4つ目が脳線の除去ですが、これは自分自身以外にはそんなに匂ってないので予防をするっていうのに留めてもらえればいいと思うんですけど、どうしても除去したい人は先ほどお伝えした方法で無理のない範囲でしてみてください。やっぱりね、口臭がしてるとありとあらゆることに対して説得力がなくなるので、神経質になりすぎる必要は全くないんですけど、口臭ケアをするっていうことを心がけて生活した方が自分自身も接する相手の人も快適に過ごせるんじゃないかと思います。というわけで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。